龍が如く6、よろしく。何言ってんすか、俺らに恥かかせないでくださいよ。早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。これ以上余計なことに首突っ込まないでくださいよ、桐生さん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。皆さんこんにちは、龍が如く6に陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太役で出演させていただきます、藤原竜也です。作品に本に関してはね、本当にびっくりしたんですよね。ものすごい量でしたし、これをどういう風に収録していくのか最初戸惑ってたんですけど、一瞬にしてねこう読んでしまったんですよね。だからうまいです、その構成の仕方とかね。いろんな物語があって、いろんな人物が出てきて、そして、後半になるにつれそのピースが埋まっていくじゃないけれども、ここでこうやってつながっていくんだって、何か非常に優れた台本だったので、もうそれだけでね十分だなと思ってます。まあ、力也とまあ似てる部分もあるんですね。広瀬一家の若衆ということで勢いがあって仲間とワイワイ騒ぎながら過ごしているんですけれども、一つの力也もそうでしたけど、やっぱ大きな出会いは桐生一馬というね、あのスターと出会って、雄太自身も成長していく物語になっていたので、僕としてはそこを注意して演じさせてもらいましたし、龍が如くシリーズはですね、龍が如く3の力也以来なんと7年ぶりの再登板ということになります。ご記憶のファンの方たち、お久しぶりでございます。今回は3以上にですね、多く出演させてもらっています。龍が如く6、皆さんの期待を裏切らない素敵な作品になっていると思います。僕たちも一生懸命頑張りました。皆さん楽しんでやってみてください。よろしくお願いします。藤原竜也でした。完璧。